Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Alfaratta. Signori, siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot. Ci troviamo al Santuario del Supremo per proseguire negli allenamenti con Gohan, Trunks, Vegeta e Goku. Dobbiamo andare nella stanza dello spirito del tempo perché è apparso anche Cell nello scorso episodio. なぜ俺にも修行を進める？俺の最終目標は貴様なんだぞ。今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。そいつはおめえも感づいてるはずだ。後悔することになるかもしれんぞ。お先にすみません、悟空さん。頑張り、仲良くしろよ。 OK, vediamo che succede ragazzi。暑い。空気も薄いし、重力も何倍もある。それに何もない。なるほど、これでいい。こんなところで父さんと1年間も。おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞ。あ、はい。Ah, dobbiamo combattere? Bene, ok. Vediamo un po' se riusciamo a non far danni. Ricordiamoci che abbiamo Big Bang Attack dove? Sulla X, ok. Sì, ma oltre a pararti sai fare altro, Trunks, porca troia, che nervoso. Quando si parano. Bastardo. Minchia, che legnata. Che stronzata. Minchia quanto toglie, oh. Madoncina. Ma come cazzo ha fatto a prendermi? Minchia, ci sta massacrando l'anima. Ah, ma non l'abbiamo ucciso. Vabbè. お前の力はそんなものか。それとも父親には本気を出せないんじゃないだろうな。そんな、それは。戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来い。お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者なら当たり俺は父さんとは違う。軟弱者が、俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。OK、proseguiamo。次はあの町を狙うとするか。待っていろ、17号、18号。人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁にはお前たちは吸収し、そして私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って
間もなく。この神出鬼没の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており、世界中が。やっぱ普通に探してもダメっすよ。気を消したセルが隠れるとこなんていくら。まずいぞ、もうセルはかなり強くなっているはずだ。精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーの。よう、人造人間対人造人間、進化するセルの恐怖。クソ、タイミングがいいのか悪いのか。孫悟空はここにいるかな。奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだが。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある。そこでやろう。やれやれ、懲りない奴らだ。お前たちは来るな。無駄だということは承知しているはずだ。奴らのどちらかでも破壊できれば。Il problema è eliminarlo quello. Allora trova un posto in cui affrontare. Ok, vediamo un attimo. Qua. Villaggio Lecco. Ok, ci siamo. 何も喋らなければ今度こそ殺す。前のように簡単にはいかんぞ。さあ、来るなら来いよ。戦うのは貴様一人か。当然だろ。お前ごとき俺だけで十分だ。しめた。17号だけでも倒せばセルの完全退化は防げる。行くぞ。Spero che non abbia l'abilità di ciucciarmi la vita. Occhio. Grande.Vai. 偉そうなことを言ってくれるじゃないか。Merda。Grande così, cazzo, che sfiga。Bella。Grande Junior, merda. Carca traia. Oh cazzo.No. Vai, approfittiamone subito. Merda, fanculo. Perché non abbiamo Hyper Armor quando siamo in questa fase, cazzo, che dura poco. Mamma mia.Dannazione. Vai. Ah, fanculo.
È vero che abbiamo anche la, la trasformazione? Vai. Bella così. Maledetto. E basta caricarti. Grande così, Junior. Merda. Oh oh. Grande. Oh, merda, bastardone. Grande, Junior. Mamma mia, 500.000. E vai. Power wa gokaku demo stamina ni saga tsuki hajimete kita you da na. しまった。戦いに気を取られて、とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全そこまでパワーアップしていたとは。貴様犠牲、私のパワーの一部になれたのは無気をつけろ17号。そいつは貴様を吸収する。何、どういうことだ。簡単に言うぞ、そいつはセルという名でドクターゲルのコンピューターが作り上げた化け物だ。今はまだ未完成で、貴様と18号を吸収してやっと完全体になる。何だと。喜べ兄弟よ、私の体の一部となることでどんな力にも勝る。それこそドクターゲロが長年追い求めていた究極の戦士。ふざけるのもいい加減にしろ。究極の戦士ならもうここにいるだろう。お前の意志などどうでもいい、吸収。その鬱陶しい口を黙らせてやる。ダメだ、逃げるのだ17号。敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。やれやれ、無口なお前が口を開いたと思ったらこのバカにするな。パララとフィナダエソ、però vabbè。くそー、attenzione。なんてことだ、セルの気が信じられないほどアップしている。はっきり言おう、もうダメだ。クリリン、ブルマさんから電話だべ。もしもし、クリリン君、見つけたわよ、人造人間の弱点を。本当ですか。ええ、17号と18号は緊急停止用の回路が組み込まれているの。動きを止めてしまえば簡単に破壊できるはずよ。そのためのコントローラーはもう作ってあるわ。すいません、すぐに持ってきてもらえませんか。そう言うと思ってもう近くまで来てるのよ。ありがとうブルマさん。俺はピッコロを手伝いに行きます。役に立たなくてもここでじっとしているよりはマシだ。よせ天津飯、戻ってこい。今のわしには全くどうすることもできん。世界一の無天老師と言われた時代が懐かしいわい。Poco dopo che Tenzing ha raggiunto Junior, l'aereo Bulma arriva alla Kame House. これがコントローラーか。ただし、10メートル以内にまで近づかないと効果ないから。気を、それとベジータに頼まれた戦闘服をみんなの分まで作ったんだけど。それ必要なのは悟空たちですよ。今神様の神殿にいるから
ブルマさんが持って行ってくれませんか。いいわ。クリリン君は頑張って人造人間を破壊してね。破壊か、ね、lui è innamorato di C18. なんなんだこいつの強さは。そろそろ遊びは終わりでいいか。くたばれ。やりやがった。なんということだ。世界が違いすぎる。あまりにもあれではどうしようもない。確かに逃げた方が良さそうだね。一人でうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ16号。やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ。今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない。人は吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。Minchia, se son fatti bene, ragazzi, son fatti da paura. Nigergo, 18 go! まずいぞ。すまんな、ジョース。俺は死ぬかもしれん。逃げられるとでも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さて、パワーの方はどうかな。16号！さあ、今度はお前の番だ、18号。共に完全体を作り上げよう。寸気候補！はっ！何をしている？早く逃げるんだ！
よせ、もうやめろ。やめんだ天津飯。これ以上気功法を使ったら死んじまうぞ。やめろったらやめろ天津飯。おっ、死ぬな天津飯。まだ生きてる。おのれい、たかが天津飯ごときに邪魔をされた。Non era suo scopo, infatti. 孫悟空、おめえがセルか。ピッコロの木だ。ピッコロ、何をするつもりかわからんが、お前を逃がしはせんぞ。Ah, bene, molto bene. Figata. Cazzo, livello 43, puttana troia. Ce la facciamo a trasformarci? Ok. Volevi questa, forse? Ah, minchia, ma io mi sono accorto adesso che la trasformazione in Super Saiyan consuma stamina, vaffanculo. Ma che cazzo ne sapevo? Non vedo un cazzo. Non me ne ero mica accorto prima, ecco perché tornava normale. Chi è? Piglia questa, che è quella originale. Merda. Cazzo. No. Mo ti distruggo un attimo. Merda, aspetta. Ok. Bella. Bellissima. Sì, il cazzo di Menelao, dai. Grande Goku. Aspetta. Cazzo. Mamma mia, grande Goku. No, 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 no. Bastardo. Grande Goku. Forse non hai capito un ca... Minchia, 703.000. E non siamo aumentati di livello. Non me lo ricordavo questo scontro, se devo essere onesto, eh. Mi ricordavo che lui veniva in salvo di Junior e Tenzing, ma non che combatteva. たった一日で何ができるというのだ。二人とももう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば先祖がある。逃げる気か。そうはいかん。カベロ、逃げられた。È qua da lui impara il teletrasporto, maledetto. Son Goku, isu no mani anna waza o...Good. おっと、18号を捕まえねば、孫悟空など今やどうでもいい。壊れている16号と一緒では、そう遠くまでは行けないはずだ。
セルは異常なまでの強さだ。はっきり言って誰も勝てない。おい、ベジータとトランクスが部屋から出てきたぞ。本当か？どうもすみません、お待たせしました。父は2ヶ月ほどでスーパーサイヤ人の限界を超えたようでしたが、それでも納得できず今。トランクス、余計なことは言うな。うまくいったんだな、ベジータ。さあな。だが貴様がこれから中に入って特訓しても無駄になる。この俺が全てを片付けてしまうからだ。セルも人造人間どもも。ほら、さっき進化したセル見てきたが、とんでもねえ化け物だったぞ。いたいた、クリリン君の言った通りね。あ、ねえねえ、ちょっと、あんたトランクスじゃないの？そうでしょ。ええ、なんで髪型変わってんの？カツラ？ここには不思議な部屋があって、そこでの1年は外のたった1日なんです。へえ。一体何をしに来たんだ、ブルマ。ほら、ベジータが着てる戦闘服ってすごく防御力が高いじゃない。へえ、意外と軽いんだな、これ。さっきも言ったが、カカロット、貴様はその服を着ても無駄だ。おめえがセルを倒しちまうからだろ。そんなら、それが一番いいさ。よし、ご飯、今度は俺たち親子の修行の番だ。はい。Che figata。 Buono。Ole, non so di chi, però va bene. Ok ragazzi, proseguiamo, ci fermiamo? No, direi che ci fermiamo ragazzi, ci fermiamo qui con questo episodio perché è abbastanza lungo, immagino. Quindi sì, facciamo così, lo rivediamo nel prossimo episodio, quello che succederà una volta che Goku e Gohan entreranno nella stanza dello spirito del tempo. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere nei commenti. Io vi ricordo solo di iscrivervi al canale per sostenermi, fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, mi raccomando ragazzi, seguitemi su tutti i link che trovate sotto in descrizione, mi raccomando leggete la descrizione che è importantissimo. Per il resto, per qualsiasi cosa, utilizzate i commenti o Instagram. Io non posso che ringraziarvi e rimandarvi al prossimo episodio di Dragon Ball Z Kakarot. Grazie mille per avermi seguito, un bacione e un abbraccio. Ciao ragazzi!